はい、中年オタッキーです。前回のね動画で、EOS1N を使いまして、ストロボ撮影、まあ、この組み合わせでねストロボ撮影をしたという話もいたしましたが、ようやく現像が上がってまいりましたので、写真を交えた動画を作っていきたいと思います。この EOS1N はね現行のその EOS1 デジタルとかと違って、超高、まあストロボ超高のその速攻方式が ATTL っていうものですね。こちらの最近のねデジタルの EOS とかは、ETTL になりますけど、まあ、ストロボが変わってきてます。でまあ、フィルム時代のその ATTL を使っているストロボはこの EZ ですね。 EZ シリーズになります。実はね今回の、紹介する写真この 300EZ も使ってます。この2つのストロボを使って、写真を撮ってみました。まあ、ATTL の実力がどんなものか、あまり知ってる人がいないと思いますし、あとねこちらはねその角度が変えれないストロボですね。直射しかできませんけど、こちらはね角度が変えれるストロボになりますので、バウンス撮影、まあ、今回ちょっと撮った写真はねこいつはバウンス撮影しかしてないですけど、その直射とバウンス撮影のその仕上がりの違いとかもはっきり分かる動画になってます。じゃあとりあえずちょっと1枚目を見ていただきましょうか。1枚目はねこの 300EZ を使って、その長男がねベイブレードっていうコマで遊んでるとこを撮ったんですけどもね、写真を見ていただけたら分かったと思うんですけどね、もろに真正面から光を浴びて、その後ろにね影ができちゃってる、まあストロボで撮ったぞーっていう写真になっちゃってるんですね。まあ最近のデジタルとかは、まあ、ね普及機では、まあ、よくあるこのね内蔵ストロボ、内蔵ストロボですね、こいつですね。こういうもので撮った場合も、まあそういうねストロボでストロボ光りましたみたいな写真になってしまうことが多いと思うんですけども、まあこいつで撮った写真はやはりそのストロボバシッと光らせた、おまけにこいつね結構ガイドナンバーがでかいんで、もうバッチリその光った様子が映っちゃってます。それでは、これもねプログラムモードでしか、まあ、プログラムモードで自動調光しかできないんで、そのこのシリーズはね、ATTL は自動調光しようと思ったらもうプログラムモード自動的になってしまうんで、プログラムモードで撮ってます。じゃあ次2枚目の写真いってみましょう。2枚目の写真はねEOS1N でこの 540EZ でバウンス撮影した次男の写真になるんですけどね。まあこの ATTL でバウンス撮影をした場合はね露出アンダーになる傾向が強いっていう風になんかよく歌われてるんですけどもね、若干オーバー気味に撮れてると思うんですよ。特にねテーブルの上に置いてある紙とかは完全にその上からの光を浴びてオーバーになっちゃってますね。ただ、直射のね 300EZ の直射の写真に比べると断然綺麗な、絵になって、自然な絵になってると思います。これねバウンス撮影をね外部ストロボで始めると結構ねハマっちゃうんですよね。そのストロボで撮ったのにね自然な写真になる。本来ね光っていうのはね上から来る、まあ、太陽もそうですし電灯もそうですし上から来るものなんですね。でストロボで直射するとそれが真正面から来て映るっていう写真なのでわざとらしい写真になります。ストロボはこのバウンスで撮影すると、まあ、上に光を反射させて落ちてくるんで、まあ、自然な写真になるというわけなんですね。まあフィルムカメラデジタルカメラ問わず、一度ね
バウンス撮影にチャレンジしてみてはいかがですかね。これね、いい写真が撮れます。今回はそんな感じになったんですけども、まあ、前回も紹介しましたけど、最近の、デジタルのカメラはこの EZ では自動調光いたしません。 EX シリーズを必ず使ってください。EOS 1N ぐらいまでのフィルムカメラはもう EZ です。EOS55 以降の EOS のフィルムカメラは EX シリーズ、対応するストロボを必ず間違えないように購入してください。結構安いです。まあ、デジタルに使える EX シリーズでも古いね 380EX とかでもう 2,3,000円で買えます。僕もね、セカンドストリートで 2,500 円で買った記憶があります。もちろんね、セカンドストリートなんかで買うと3ヶ月保証とかあったりするんでね、結構いいと思いますよ。まあ、あればの話ですけどね、ヤフオクでもまあ 2,000 円前後で落とせると思いますんで、おすすめしたいと思います。今回ね、ちょっといつもと違うアングルで撮ってるんでちょっと苦戦してますけど、実はね、これスマートフォンで動画作ってるんですけど、過酷な走行でスマートフォンスタンドが壊れてしまって、今スマートフォンスタンドがないんで、ちょっとかお横に立てかけてね、これね撮影してるんです。まあそんな感じになります。ATTL ねの実力はどうだったでしょう。これもしかしたらね、その ATTL で露出アンダーになる傾向があるっていうのは、もしかしたらね、光量不足、つまり広い空間でバウンス撮影した時に、ちょっと弱めのバウンス撮影できるストロボとかでやったらそうなるのかもしれないですし、まあ、今回 540EZ で自宅の狭い空間でバウンス撮影をしてるんで、光量が十分だったっていう可能性もあります。現行の EX シリーズのストロボは ETTL で、一回プリ発光をして、それをカメラで測定して、本発光して写真を撮るっていうシステムになってるらしいです。これはね、一遍光らせてね、どのぐらいの光がカメラに返ってくるかを確認してから写真を撮るんで、まあ失敗が少ない、精度が高い露出制御ができるんですね。まあ、こちらは ATTL は、プリ発光はしないんですね。で、本番でいきなり光って、で、フィルム面に十分な光が当たったなと思ったら発光を止めるというシステムになってるんで、まあ、つまり、シャッターを押すまでカメラはどのぐらいの光が来るか分かってない。で、いざ光らせてみたら、光が足んなかったっていうパターンも、まあ、あるんじゃないかなということで、まあ、ETTL に比べたら失敗が多いという形になってくる、ということになりますかね。まあ、でも、プログラムオートで、その ATTL でバウンスの撮影が、まあ、十分できるってことが確認できました。まあ、今後ね、いろいろ使っていきたいと思います。次の動画はどんな動画にするのか、まだちょっと試案中ですが、また動画が公開されたら、見ていただければ嬉しいです。最後まで視聴していただき、ありがとうございました。それではまた。